お疲れ様出てできた。す。あ、お疲れです。お疲れです。何？お疲れ様どうです。もどうも。お久あ、しごめぶんりなでさい。す。久しぶりっす。久しぶどうり。あ、いも。つ以来ですか？あれ？忘年会以来ですかね？なんか、いつだっけ？ 1 月？ああ、そうや、そうや、そうや。なんか、あれっすよね。麻雀、なんか、そう、あれっマーすジよね。ン、あなんの、か、そうゾウに作ってもらったやつ以来ですああ、ね。そうそうそう、雑煮っすね。雑煮だ。お雑煮、お雑煮。久しぶりです。はい、お疲れ様です。なんか、あれじゃない？なんか、おえちゃんいつの間にかプラチナ行ってんやん。そうなんやって、思ったより今日さっき行った。めっしちゃかもなん早くっか、て。今俺見てたけど、エイムめっちゃ良くない？ディボーションとか。そう、ちょっとね、プロに鍛えてもらったんよ。いやー、ちょっと役不足だな。どうしようか。どうしよう。一旦ちょっと合流を。合あ流を。と、俺、布団ちゃんフレンドやったと思うんやけど、外れなんてか、るわ。なんでやねん。どれ？じゃあ俺検索するわ。あれ？いや、俺フレンドやったよね。俺、モコさん、あれで、モコ君ともフレンドだったよね。いや、フレンドやったはずですけど、あ、いますけどね、ここに。でも、オフラインになってますね。ああ、じゃあ俺があれするわ。一旦、あれっすよ。再起動するわ。あ、よくです。布団ちゃん、今日何の賞取ったん？なんか賞もらったらしいけど。ああ、そう、ストリーム賞みたいな。なんか、急上昇賞みたいな、なんかちょっと、そう、急まあ、上昇賞。そう、いただきました。光栄ですよ。いや、本当でもね、あれよ、おえちゃんとかね、もこうさんとか、皆さんの本当、一人一人のおかげや、本当に、マジ羨ましい。なんか、おえちゃんも急上昇してるじゃん、なんか少し、なんか。ねえ、でもなん俺、か賞最もらっ近。てないけど、そうやでね、も、まあ、ワ最ンチャンあ近。るよ。ワンチャン、来年あるで、おえちゃん急上昇で。乗るかな。そうやな、確かに急上昇ランキングみたいなの、たまに大江ので検索したら乗ってる時あるわ。ああ、そうなんだ。乗ってんのに。おお。あ、いたいたいやた。るね。呼んだ呼んだ。まあ、もらえなかったんでね。いや、どうしようかな。俺、確かさ、ゆきよさんは、確か、ガソリン使ってたよね。別に好きなんで使ってもらっまあ、て。じゃあ、ちょっとクリフトやめとこう。バルキリー使おう、そしたら。おお。これでいこう。オッケー。いや、当時なんバルか、キリーとかうまいっすよね。いや、そんなことない。ほんと、うまくないクよ、リマフジトので。イメージ強いけど、うちも。もう、すっごい、もう、エイペックスやるために、もう、あれだから、もう、印象悪くなるから、俺、大体もう。エイペックス大会出るたびに、どんどんね、こう、なんか、印象悪くなってきやすい。エイペックスで印象悪いって言えばさ、この前、もこさんがおる前で申し訳ないけどさ、スモモンとフトンちゃんと3人でやりたいねって話してたのにさ、お俺めま抜いたてそういうアスこカとちゃ言うんとか、やってたな。だからじゃあそれ別におめえ抜いたとかじゃねえんだからさ、ショそックんや、あじゃれもマうジさ、で。おめえがね、この前誘ったらさ、今エペ祭りに気を、なんか力を入れてるから今度にしようみたいなこと言ってんじゃねえかよ、おめえは。じゃあ16日以降にしようって、じゃあ俺だってカスタムの前にさ、もうだから今余計なことができないってなってたから。いや、まあまあ、じゃあ楽しみましょう。いや、もう光栄ですよ。俺、モッコーさんと確か一回、確かやったことあるんだよな。スモモさんと一緒にやって、確かね、やったよね。たまらん、最初最後かみんな。な俺以当外に時スモモンってやってる。やろうよ、今度ね。いや、スモモに言ったら、すぐ、もう早く早くって言ってたやってよ。くれよね、そう、やりたいよ。おゆちゃん次第だよ、マジで。いや、全然、今もう、エイペックスに関係することも何でもやりたいで、またやろうに、本当に。もうやろうぜ、やろうぜ、マジで。スモモさんの配信になんか2日連続で出てませんでした？トンちゃん。ああ、そうそう、ね、そう今そう、やってる遊ばしてもな。らっおかゆて、さんか、なんかやつよ気がする。もう本当簡単だよ。強い人たちとやって、2人が戦いに行ったら、クリフトでドローン照らせばポイントもらえた。そして、乞食クリフトやってるわ、今。アシストつくんすね、それで。めっちゃつく、本当、マジで。ええー。あ、じゃあ、197アシストとかね。マジっすか。そう。前の昔のブラハみたいな。あ、そうだね。昔のブラハみたいなね。早めに遊べば多分ね。そのまあ、作ると思う。その位置関係がね、いまいちわからないですよね、この。まださ、名前と位置が一致しないというか。そうやこの時期って多分さ、ほら、あれ？ね。盲国やってなかったんじゃ、やってたっけ？この時。オリンパスの時って。あ、でオもオリリンンパスぐらいからスやったんだっから始け？めたんですよ、俺。からやったんだっけ？そうですね、そうです。そっかあそんっまでか。も。ショップが開いたそんなにね、ここってなんか俺もなんか印象が。いいね。バックとバッ私のものになテろう。リー。スコー何プすはるなのいじゃん。わ。なんでミラージュだったのに、なんこれかが急かにかローるバにね。してる。ああ、いいセまあ、ンスしてる。そうだね。まあ、ちょっと大会実際出たらさ。なんか来てるこれ。なんか来てるかも。来てる。これ打とうぜ、打とうぜ。OK。でも
も A ちゃんマジでエイムすげえ良くなってるわ。いやでも本当に良くなってきた、はい、うん、ここ最近結構やってるもんな。もうずっとほぼ毎日やってる、うん、寝る時も APEX のこと考えながら寝てるよ。ああ念願のエペ祭りが。そう、なんで呼ばれたと思う。なんでエペ祭りに、なんか呼ばれなさ、呼ばれない呼ばれないってずっと言われてたのにさ、急に呼ばれたで。なんかなんで呼ばれたとかあんの、その経緯とか。分からんね。もこさんが実は裏で手配してくれたとかじゃないのこれ本当に。いや俺前で何も言ってない。本当に運営の人からこういうメンバーで出てくださいって言われて。そうなんや。おお、うん。まあでもやっぱさ、今までの声が届いたんだよやっぱ。やっぱ届いたんや。あ今までの声全部届いてたら呼ばれなさそうやけど、いいとこだけ届いたんやな。まあ。布団ちゃんが出ないっすよね。あ、そや、布団ちゃんなんで。俺ちょっとね、予定と被っちゃってて、そう、あのお誘いいただいたんだけどね、ちょっと出れなくてさ、当日。ああ、そうなんですよ。そうなんですよ。何やるんですか。うん。ちょっとまだちょっと言えないんだけど、ちょっとぬやぬや、うん、ちょっとそう。なんですよね、そう。え、じゃあ、いやでもね、俺ね、その時チーム教えてもらったけど、うん、そこじゃないと思うよ、多分。ここじゃないと思ったから、多分違うよ。その代わりとかじゃないよ。絶対そんなことない。出た、うん。絶対そんなことない。絶対そんなことない。いや、うん。うん。オッケー。なんだよ。そういえば、タイジもスモモンも出てないよな。うん、あれ、タイジさん出てなかったっけ。え、エペ祭りはメンバー表になかったと思うけど。なかった。ああ、そうなんだ。俺だけないの、オープンレックが。おお、そうなんだ。なんでなんやろうと思ってたけど。ちょっとさ、ここ降りますよ。あのカスタムはどうだったん、あの3人でこう今1日終わったんだっけ、2日終わったんだっけ。あ、1回だけで1回だけですか。22にもう一度2回目の22にやって、で本番が23だったもんね。そうです。あ、1回目どうだった、どうやった、もこさんは。いや、なんかあんま何もできなかったって印象かな俺は。でもキャラ変わったでしょ、いろいろあって。それで本当はミラージュだったもんね、いつも。ああそうあのまあミラージュはまあ一人で同じランク帯でやる分には良かったけど、ちょっと何もできなかったなって本当に思ったで、ちょっと別のキャラも練習した方がいいかなっていうことで今ローバー練習してんの。なるほど。じゃあまだ、まあもちろん確定じゃねえんだもんな、まだな。いやもう確定だ。あ、確定は。正直言おう、もう確定してるわ。ローバ使うだろうな。あ、でもなんか個人戦みたいなのがあるらしいで、そこはミラージュ使いたいなって思う。個人戦おもろそう、すごい。いつだかなんかで消滅なんか、なんかその感じであの個人戦やったけど、すげえおもろかったわ。ホラーゲームみたいで、もうホラーゲームみたいな、やだな。そうなんかもうみんなイモるよマジで、うん、ああそうっすよ、 PUBG みたいな感じになるんですね。 PUBG みたいになる、うん、うん、いいと思う、うん、いや惜しかったな、惜しかったな本当に。うん、いやでもなんかすげえ、なんか、うん、いいねこのちょっと部活みたいな感じ。もう冗談なしでガチでやろうぜ。おうガチでやるよ本当に。俺もなんかあれだわ本当。いいんじゃない、こうなんか、うん、みんなちょうどさ偏差値もなんか同じぐらいの学級みたいな感じで。いいね。うん。いやかしら。頼むぜ布団ちゃん。俺ら大会で優勝したいと思ってるから。教えてくれよ。本当に優勝したいですよ。いやいやもう優勝してくれよ、もう本当、うん。もう代わりに俺もう絶対できないもう本当。マジで。でもさ、どう、本番強い方二人とも。モコさんとか強いっしょ。俺は強い、ね。俺は強いっすね。俺はどうやろう、まあどっちに転ぶかわからんタイプやな、だいたい弱い気はするけど。なんかでもオプレクのスマブラ大会あれ勝ったの誰やったっけ。写真の恩恵が届くで、トリーバです。あ、そうそう、トリーバや、そうそう、トリーバ君、僕最下位でした。あ、そうかそうか、あのフォーちゃん、フォーちゃんで最下位決定戦やってたんか。なんかもう懐かしい記憶だな、ね、そんなのあったら懐かしいな。もう12月の話か。 あれからスマブラやった。あ、この前やってビップ落ちたわ。うん、あ、もういいやっつって、
もこさんも一時ちょっとちらっとなんかやってたみたいな噂聞いたけど、もうちょっとやってる。いやでもなんか、なんかそう、うまい人にコーチングしてもらったりして、うんうん、うん、やる。ホームラン使ってたよね。あ、そうですね、もう引きから練習してたんですけどね、ちょっと今はエペックスかなって。まあまあで、2人ともビップ行ってるからすごいっすよね。いやちゃんと、あの時さやりまくったもんな。いや、あの時良かったのがさ、やっぱさ、なんかさ、やっぱさ、競い合える環境だったから良かったよね、あの時。それ本当に思う。俺も一人じゃ多分いかんだと思う。多分フリーだと思う。ちょっと一回ドローン見るわ、うん、さっき敵引いてったからな。フリー俺さ、ここまで伸ばすわ、エリジウム。エヴァ99、ちゃんとオエちゃんのあの対決マジでもう毎回見たな。面白かった。前もねおっしゃってくれて本当にありがたい。あの、めっちゃ好きでしたね、の中の。そう、マジで負けたくなかったもんあれな。俺マジで負けたくなかった。勝っといて、勝っといてあれだけど、本当に。いや本当にもう、あの、ね、気苦しちゃったもん負けた時。俺も多分ね、おめえの側だったら、まあ本当境地お察ししたわ。あげくの果てに、よかったって俺負けたシーンで進撃の巨人マッドで食われてたでな。いい声でないっすよな、あの時な。食われるマッド作られてたでな。なんか懐かしいな。またなんかさ、なんか競い合いましょうよ。そうだね、同い年ぐらいなんだから、うん、まあね、年近いからさ。うん、うん、うん。ね、何、ゆきおさんは何、なんか本当にこれ今コメント見たけど、あの金玉が痛いらしいよ。何それ、おめえの呪いじゃん。もうそれ、なんでそれ、なんで俺にやってねん金玉が。金玉の象徴じゃん、だって、もうおえちゃんっつったら金玉じゃん。どうしたの、 金玉やばいって。ちょっとあれじゃない、珍しいねえ、うん、なんかねえ、実家暮らしの19歳に何があったんやろって。そんなね、大会前に、うん、なあ、金なんかあったんかな。それガチ情報、本にそんなこと言うか。え、でもどうやろう、どうやったっけ。本当なのかな、これ。金玉痛いんですね。ガチ情報なんだ。あ、ツイートで言ってた。金玉が、ツイートで金玉痛いって言うか。なあ、どうしたやろうな。たまにあるよね、たまにない、金玉痛い時。なんか俺たまにあるんだけど、なんか、キューンってさ、玉筋が挙上して、あんまない、めり込むような感覚になる。めり込む感じ、金玉が、銀玉状態で、お、消える。いいね。ここにバッテリー1本落ちてるわ。いや、これさ、どうかな、30秒でしょ。うん。ごめん、ちょっとさ、起こすわ。はい。お願いします。お願いします。そう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 。敵いる、敵いる、敵いる。敵ある。いやもう、そうね、デスバルは、デスバルは、ここ。あ、でも上におるよ、そ、敵おるな。あ、てかここにもおるわ。あ、これやばい、出れない。モコさんの方行く。やべ、なんかバレたかも。いや、俺はバレた、ごめん、俺はバレた。みんな逃げろ、俺がバレた。わかった。いやー、きつかった。あ、逃げる、逃げれる、逃げれる。命をつなげ。あー、こんな食らってるか、これ。いけるいけるいける、うぜー。これ俺が平行、俺が平行。あ、なんか、あれ吸い込まれた。あはははは、あれか、助かってるかも。いや、これね、あ、いいかもしんないよ、多分。あ、あ、でも、うん、これ、あ、すいません。あの、だって、なんもなんもないし、なんも武器もなんもないから。うわ、ギリエリアがいいか。勝ちたいという気持ちしかない。いやー、気がちなさい。いや、きっとマジ勝てねー、畜生。勝てねーな。どうしたら、どうやってプラチナついたんですか。いや、そうね、これでもね、そう、スモモンとかと結構やってたからさ、そう、それで、そうかそうかそうか、そうそうそう、上がってるっていうのもあるからな。ああ、なるほど、そうなんすよね。どうしようかな。うーん、いけよ、いけ。優しいのね、ありがとう。一
単語を入れ。ほんまや。いやいや、ちょっと待って。ただ、多分脳みそが絶対俺ドローンやると思うんだよね。あのドローンだと思って。あの Q やるんで、あの俺ちゃんではミラージュになるみたいな。わかるわかる、あれやろ、俺がジャンプドライブやって間違えたってなるやつな。ちょっとそこだけやるして。オッケーオッケー。多めに見て、もう30、うん、今年で7だから。あもう年齢をちょっと年齢をさすがに言い訳にさせてほしい。あどうしようかな。37って普通におっさんやな。いやもう40の仲間入りだよな、もうな。37は結構重いな。でもね、もう結構やばいね。36ってさ、まだ30代の仲間入りじゃん。うん、なんかうーん。あれモコさんいくさっきや今。おいちゃんとおいちゃんで1個した。あれ31？ 31です。ああ。うん、ここいるね、31位はフレッシュよ。いやでももう、まあでも今年でクソチンコだっしょまだ。いやクソチンコだっしょ。いやまあ全然その辺は多分変わってないと思うのは若いところから。あ本当、うん、多分変わってない。あそうマジか、俺31ぐらいちょっと立ち悪いんじゃないかって疑い始めた時期だ。俺もなんか全盛期はやっぱり下ってるなと思うんだよな、なんかな、なんとなくだけど。ああ下るよ。何どうした。オッケーオッケー。いや、何もないっす。いいよいいよ。あ、ちょっと待って、解消するわ。あ、ごめん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 。これ、これか。こことかなんかなかったっけな。ないか。なんか落ちそうだからやめよう。ちょっと、大丈夫っすかね。俺落ちようとしてんのかと思って。ねえ、まあ、うん。わざとかっていう思い始めたとこやった。いや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 、そんな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 ことないですけど、なんか2人はよく結構会ったりするの。なんか会ってたまに会ってなんか焼き美味しい肉食べたとか言ってるよね。いやでも あんま合わないよね。でもやっぱりそんな言うことは合わない。年1ぐらいで、年1ぐらいでコロナになってから、だってもう2年で、去年一昨年とか多分1回も会ってないよな。もう1回も会ってないと思う。へえ、うん、去年なんかね、あれでしょ、あのほら、おえちゃんがお尻怪我してから、ああ、そうそう一緒に飯行ったんだっけ。ああ、行って行きましたね。怪我してるってまだ気づく前で、ね、その後発覚するっていう。あ、そうか、あ、そう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 。ポカさん、これ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 。ほら。ああ、出す。これは使える。もらいます。怪我じゃないけどな。まあ、怪我じゃねえな。あれはな。うん、まあ。まあ、伝わったらいいやと思って。うん、怪我じゃねえな、確かにな。しっけいしっけい。どうなのそれから、お子さんとか調子どうなの。また明日病院行くよ。ああそうなんだ。うん、ね、え、で出たの、血で出んの。あ、今日も出たよ、しっかり。マジでマジか。うん、これは血は出ないな。お子さんだ、ほらたまにもなんか食ってんじゃん、なんか YouTube で向こうのなんだっけ、はいはい、あの隠れが見てますよ。あ、サブちゃんですね。はいはい、サブちゃん、サブちゃん、サブちゃん。はいはいはい、はい、うん。そう、なんかまあ、うん、だなんか元気な時はもうこう食ったり。うん。あ、でも、まあ、タボちゃん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 。あ、ほんまに制限はないんだ。制限はないのか。そうです。あの、寛解期は制限ないです、特に。なんかさ、予兆ってあの、俺もさ、結構さ、下痢症というか、まあ、下痢症なのか。うん、血便は今までないんだけどさ、よく下痢してんだよね、なんかほぼ下痢。ああ、200日ぐらい下痢。そんなに。そういう多分腸内環境がやっぱ良くないんじゃないですかね。うん。別にそういうわけでもないんだ。布団中はそのなんかね、その、うん、医療従事者がなんだっけ、医療にかか従事者でしたっけ、かかってたからしてると思うんですけど、なんか大腸の調子ってもう人間のコンディション全てにかかってくるっていうじゃないですか。ああ、うん、そうね、うん、うん、だからなんやろ、なんかやっぱどっか良くないんじゃないですか、下痢が続くってことは。まあ、かもしれんな、うん、ジャンプだよこれ、ジャンプ。すいません、落ちました。オッケー、落ちました。俺落ちたわ。あー、なんか登れちゃったわ。ごめんごめん、うん、ごめんごめん、ちょっとだけ入っとくで。もう一回、なんかジップの位置がおかしいね、これ。いや、これね、あれなんだよ。ジップ、多分先端つけらんないんだよ、これね。あ、そうか。そうそうそう。じゃあ、ジャンプで越えないといけないんだけど、はい、俺もジャンプで越えられなかったわ。おえちゃんがそうだよ、キャラコンうまい、やっぱ。いや、まあ、いや、でも、そうやな。一番、いや、準備できてたから。
だって意識としてすげえ、なんかさ、うん、1週間前でさ、もう結構この意識でやってるのすごいな、ほんと。まあ。なんか、マジでチャンピオン取る、うん、チャンピオンね。え、なんか、うん、あ、そっか。今見たらあれか、100万あんのか、買ったら。え？賞金総額100万。あ、そんなん出てんの？なんか書いてあるよ。へえ、あ、知らなかった。うん、知ってた、もこさん。もうそういうのじゃないんだろうな、多分。お金もらえんの？100万円もらえるんだよ。それ知らなかったわ。いや、100万なんて、もこさんだってもうあれでしょ？ 100 みたいなもんでしょ、もこさんから取ったら。いや、そんなこれ、ね。100万は100万でしょ。マジっすか？いやいや、もう、それもうね、それは両手話で喜びます、やっぱ100万もらえたら。ああ、そうなんですか。うん、へえ。なんかさ、モコさんのなんか、はい、なんだろうな、俺ほら切り抜きとかってほら結構さ変更報道系多いじゃん。その本当はそういうつもりで書いてないし、ね、なんだっけな、モコさんのやつでなんかお題目、お題目って言ったのあれなんだろうね、お題目。お題目ですか？お題目は、うん、だからもうそのあれ日蓮大聖人のその、うん、お題目ってそのあのあるんですけど、その吻行っていうのが、うん、はいはいはい、それです。あ、モコさん何け、そう詳しい方なんですか？今回のチャン、まあその家系がそうなんで、ああな、まあ、詳しくならないというか、そうです。なるほど、はい、だからかあれ、いや俺ね変なんかさ、いろいろ、はい、あ、松本くんジャンプマスターお願いしてもええ、俺ああいうの信じてなかったから、ああいうの、そうなんですか、はい、そう信じてなかったから、あ、なるほどね。いやでもね、僕の止まれ、いとこが、いとこ、はい、一時期学会になった時あったんですよ。学会だったんすか？あ、学会だ。なんかね、家にね、めちゃめちゃでかい、はい、なんか、なんだろう、仏像みたいな、あ、仏像も仏壇ですよね。仏壇かな、そうそうそう、はいはいはい、どうしたのっつったら、はい、あの、いや、なんか、あれしたっつって、あ、ここ、俺いるね、あります、20万で買ったとか言って、20万高っ、そう高い、え、誰からあったら、あれじゃないですか、はい、誰からあったら、彼氏が、つってさ、彼氏が買えって言うからっつって、あ、はい、なるほど、つっていろいろ大変なんだなと思って、なんか世界を、やっぱ俺の知らない世界だから、そう、20万のね、カラさ、20万のな、そもそもね、お題目って何なんですか、なんでお題目って、いや、まあなんかよくあれじゃないですか、なんか葬式とかでこう唱えるなんか、はい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 、みたいな、あれ、まあ、お経みたいなやつ、あ、なるほど、ね、お経みたいな、はい、そうそうそう、あ、なるほど、本当単純に、いやでもまあ俺の知らいいっすよ、ああいうね、ああいう世界もね、生き方もね、やっぱ何かをこう信じるものはやっぱ救われるじゃないけどね、いいと思うんだよな。じゃあ、あれやってや、俺らエペ祭りで優勝したら100万円で仏壇いつ使おうぜ。ああ、いいね。いいね。アルティメット促進剤を発見。いいと思う。それはそうしようか、うん。2つ余るから布団ちゃんにもあげるわ。ああ、ほんとに？ありがとう。え、なんで、あの、あれだよね。そういうのって、ね、バレちゃうの？そういうのって。なんか言っちゃったの？そういうのって。え、なんかバレたん、バレたけど、なんか、いや、言ったんかな、なんか。あ、なるほどね、なるほどね。だいぶ初期からじゃない？だいぶ初期やな。おもろいね。いろいろみんな、なんかいろんな、逸話があって。俺、うん、だって、俺、あれ、正直、視聴者がそうやって言っとるだけで、ギャグやと思ってた。うん、あ、マジで？あ、普通に、うん。俺、そうか、2000円、ね。そうなんや、って。なるほど、なるほど、なるほど。そういうのもあるんやな、って。ね、え、別にその俺はそんな全然仮装とかしてないですけど、うん、うん、親がそうなんで、やっぱでも、はい、あんだけさ、ほら、はい、なんつうの、うん、手段はどうあれさ、はい、ああいうのでさ、俺はなんか幸せじゃないけど、なんかこうエネルギーもらってる人だったりわけじゃん、まあそうそう、まあそう、前向きになれるとかさ、はい、俺はなんかそれは一つの社会貢献だと思うからな、うん、手段はどうあれ、いいと思うんだよ。うん、なんか無理してそんななんか、うん、いや俺でチャリやから無理しないんだよマジで、そうですよね、あれか、あ、そうです、うん、俺が最近よくやる無理して尖ってるみたいなやつなんじゃないかこれ、ちょっと無理しない無理しない無理しない、本当そう思ってる、本心本心、ああ、いやいや、いや、まあ、あのこれちなみにあの水溝敵降りてますからね、うん、そうだ、あ、そうだ、足音、ね、足音聞こえない、ほらもうここ、ほらほら見てみて、ほらこれ誰が開けたの、うん、敵やな、誰が開けた、敵やこれ多分、あ、これ違う、あれっしょ、あのあれだよ、俺ちゃんのあれだ、ああ、俺のウルトで奪ったんだ、あ、そういうことか、うん、じゃあ行くか、ここら辺に行くか、
その女性の方は、ね、熱心だったってことは、もう辞めちゃったってことですか？そうだね、もう辞めちゃってるね、多分。あ、そうなんですね。もう別れて辞めたね。あ、そうかそうか、まあ、男の影響ってやっぱ。そう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 。こういうの合わせてくれる子がやっぱ、すごい従順なんよね、おとんちゃんのいとこ。すごいよな、なんか。従順だね、そうそうそう。うん。最近ね、結婚したんですよ。最近あそうだ違う彼とね、そうそうそう。あ、めでたいですね。僕一人っ子なんで、うんうん、僕の血って結構やばいなって、俺の周りのいとこ誰も結婚しなかったんで、うんうん、あ、そうなんですか。そう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 。いとこさん何歳ですか？うんうん、ね、28かな。あ、28で結婚した。へえ、いとこさんめでたい。29か、ね、今年で29か。そうなんですよ。なるほど、うん、なるほどね。いやだから結構さ、結構最近ね、はい、もこうんと、あと、はい、おえちゃんの切り抜きが結構来るのよね、あの俺の YouTube に。あ、そうなんですか。関連でってこと？おすすめで、そうそうそう、はいはい、でそれを結構見てて、あ、でいろんななんか情報がね、まあこうあってさ、うん、そうそう、おえちゃんだと何なんだろうな、結構おえちゃんの切り抜きって2個ぐらいよね、多分ね。あ、もう俺の切り抜き伸びたらみんな満足するんか、活動しなくなってて、今 4つ目やな。あ、そうなんだ。伸びてるとこは、もう3つ伸びて、伸びてた3つが上から順にどん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 なんか満足してやめていく。へ、これからなのにね、せっかく。まあ、いや、まあ、あれやろね、まあ私生活とかもあるんちゃうか、やっぱ。あ、なんかおえちゃんの切り抜きとかオープニング結構凝ってるやつだっておもろーと思って。あ、忍者のやつか。忍者みたいなやつ、そう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 、うん、ね、こうやってやってくれてるわって思うわ、うん、愛があるよな。そうやな、結構2人の俺その掛け合いのやつとか結構見ててさ、うんうん、笑かしてもらってるよ。なんだっけな、あ、うん、もう真帆くんがあの雪夫さんに対してさ、あのあれっすかって、二次元のエロ本でしこったんですかみたいなやつとか。あ、VTuber でしこったりする事件ね。そう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 、それ抜かれてんのか。そうそうそう、あれおもろかったな。やっぱぶっ込むよなと思って。いやいや、まあ布団ちゃんもなかなか想像すごいですけどね。いやいやいや、僕ってなんか結構なんかって、あの視聴者さんからよく言われるのは、もう布団ちゃんのも笑えないぶっ込みだから、モーコさんもやっぱなんか愛のあるなんかこう笑えるぶっ込みだから、やっぱそういいなと思って。あ、でも切り抜かれるんやな、もう何の発言しても今切り抜かれるから気をつけなあかんな。あ、まあそのちょっとほんま怖いよな、うん、ねえ、スモモンとか笑ってたよ、おえちゃんの死体打ちのやつとか。あ、笑ってくれるんや。笑ってくれるんや。なんかあかんらしいで、エイペックスは。え、あれさ、え、あれさ、気づいてなかったし、あれ気づいてなかったんやけどさ、なんかそもそもダメらしいで、うん、いや、ダメじゃないんじゃないかな。どうなんすかね。あの、分からんねん、その辺のテンションが。ちょっと FPS 勢じゃないから、元が。俺もね、あれは多分ね、おえちゃん、ほんと嬉しかったんだと思うんだよ。嬉しょみたいな感じでしょ、出ちゃったみたいな。そうなん、終わった後、うん、全部終わって、嬉しくてーで打ってたら。で、たまたま目の前に、ちょっと人がいたって感じだよね。って言うてんねやけど、なんか最近みんな信じてくれやんから。前方不注意だったんでしょ、あれは。そうそうそう、俺はだと思うんだよ。俺も見ててはそう思うんだけど、うん、ね、その俺の目の前にある死体が悪いと思ってるぐらいなんやけどさ、その。なるほどね。そう、俺が撒き散らしてんだから、お前がなんでそんなとこにあんねんっていう。雑談怖いなこれ、うん、なんかカービィ、このタービンは雑談怖いなこれ。 なタービン怖いな。カービン思いっきり入っちゃってますけど、タービン怖いな。なんかもこさんとか布団ちゃんは切り抜きに対してなんか愛あるって感じやへんの？あ、でも愛あるなって。俺は俺結構ね、もうみんなディスコに俺ぶっ込んで、もうこういう風にやってみたいな、迷惑かけないでねみたいな感じでちょっと注意喚起して、割と良くなった。ちゃんとやってんねや。うん、俺ちゃんとね、もう統率してるんだけど。そうなんですね。絶対うぜえだろうなと思ってる。うん、うんうん、まあまあ、でもね、人の配信でね、稼いでるわけやから、まあ、それぐらいはちゃんと、そうね、っていうこと聞いてもらうと困りますよね。確かに変更報道で、なんか印象が落ちて、荒れて炎上して、みたいな。なんかさ、ほら、こういう活動してるとさ、あの、例えば、なんだろう、こう、芸能界、テレビに出る人とかとこうやって一緒にゲームしたりするじゃん。あー、木島さんとかね。そうそうそう。でもなんか例えば、確認もなく、なんかもう、すぐあげたいとかね。あー。お前、確認してんのか、それみたいなさ。
してないですみたいな、ダメだろそれじゃあって。それは私はまずそんなちゃんとあれなんや。そう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 、あのこの前木島さんってやったやつはあの確認は済んでるんだけど、ああそう、それじゃないやつとかさ、なんか結構やっぱあるから、うんうん、なんかね、ポップアップを発見、ターボチャージャーだ、他の人やっぱ迷惑かけたくないな、うーん、あれあれ、センスしてる、それだけだね、うん、なんかなんかね、うん、あのこれ視聴者のコメントで聞いてるから、俺あんまり信じないんだけど、その視聴者からの情報ってちゃんと本人から聞かないと。うん、はいはいはい、なんか噂によるとなんかモコ君は切り抜きから、はい、なんか税金対策でなんかクオカードにしてもらってるみたいな、なんか、はい、いやいや現金です、現金です。なるほどなるほど、今はあれにしてますね、あの、うん、なんていうんですか、ね、もう NCT みたいなんで入って、ああ、うん、戦闘開始かもしれない。オーケーです。マーク中、あぶね、刺さるとこだった。あー刺さった、ごめん、死ぬかも。大丈夫大丈夫、ここね一回、いや来るからあれしとくわ。あーオッケー、これグレーやってるから多分入れないと思うんだ。俺のグレー当たってる。やったやった、一人やった。俺のグレー当たってる。はい、あごめん、俺デカ肉持ってないや。ナイス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 、これ自分やっちゃうぞ。一緒に行こう、一緒に行こう、みんなで行こう。あとだと、これきついな、これきついな。なんか、うん、右にも誰これか気をつけ。なんかモコさんの足に刺さってる。俺のとこまで来れば大丈夫で、俺のとこまで来れば。え、切り抜きの話に戻りますけど、うん、どうしてですか、収益のその回収っていうか、その俺は今とりあえず収益化した人俺にメールちょうだいっていうことにして、はい、で全部そのディスコードの俺の作ったサーバーがあるから、はい、そこに全員突っ込んで、はい、で月末の Google あーとそう Google AdSense のキャプチャーを、はい、あの貼って折半してねっていう形にしてる。へ、はい、自力でじゃあやってるんですね。そう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 、どういう方法で折半してんの。あ、もうあの現金っていうかあれで振り込みで、うんうん、さすがにね、やっぱりさ、やっぱ、うん、なんかさ、まあ、別に俺そのなんか悪とかとは思わないけどさ、うん、ただやっぱりみんな最初はさ好きだし広めたいしっていう思いはもちろんこう嬉しいなって思うんだよ、うんうん、だからやっぱりなんかなんつうのかな、俺がさ間違っておしっこ飲んじゃったとかさ、お尻のなんか指入れちゃったみたいな間違って、うん、それをやっぱりね、切り抜いてお金をもらうのはなんかやっぱりノーリスク入れたんすぎるだろうと思ってさ、うん、ああ間違ってた、ね、間違ってたからな、うん、うんうんうん、それやっぱもらおうと思って、あの去年までもらってなかったんだけどさ、うん、そうそう、去年の末ぐらいからもらうようにした。うん、そうなんや。まあそれはまあ絶対もらわなあかん、うん、そうなんすよ。本当いろいろ考えた。本当モコさんに一回連絡しようとしたもん。本当クオカードとかの方がいいのかなとかさ、なんか。ああ、うん。あれなんか切り抜きの収益は全然ないから俺天城府でもらってましたよ。あ、そっかそっか。最初は。天城府か。ただやっぱ増えてきて、で、うん、あのちょうどなんですか、そのもう自動的に振り分けられるシステムみたいなんで、今その、うん、お願いしてもう自動でやってもらってます俺。あ、え、あれっすか、クリエイタープログラムみたいです。はい、あ、そうですそうです。それでも紐付けてもらって。いや、それが利口だな。なんかあのガジェット系の人とかからなんか一回お話来たことがあったんだよな。なんか詳しいっすよね、多分ね。ああ、多分そこじゃないかな、はい、俺がお願いしてる。そうっすよね。うん。まあでもあれって結局になっちゃうんで取れちゃうんで。ああ、ごめんなさい。いや、言っちゃいけなかったかもしれない。なんか、まあ、なんか。まあなんか。ああ、忘れましょう。忘れましょう。忘れましょう。うん。忘れましょう。忘れましょう。あの彼は冗談を言っています。彼は冗談を言っています。あくまでそのなんか冗談、あのもう個人でその55で折半できたんだったら、はい、そっちの方が多分いいっすよ。そのシステム構築しちゃってるなら。ああ、なるほどね。はい。次のリングまで距離がある。でもさ、あとあれもすごいなと思ったの、ほら、モコ君さ、はい、あのほら、ファーストキル戦いの始まりだ。そのなんだ？配信結構やってるじゃん。こうやってあの生配信結構やってるじゃん。はい、うん、あ、まあ、まあ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 、でもさ動画投稿もさ結構やってるじゃん、はい、それがマジです。毎日で自分で編集してる、編集まあまあほんと9割方自分ですかね。
あーすごいわな、うん、ほんと。まあまあこ これしかできないですからね。いやでもね、マジそれすごいわ、ほんと。すごいな、それが。今日もニコ生で適当にパート取ってから、よくつけましたわ。今日何してたん、ニコ生。なんかハマってる、なんかね、チームホラーゲームみたいなのがあって、それがなんか視聴者にお勧めされて手つけたんですけど、思ったより面白くて、それが。え、なんていうゲーム？セレっていうゲームです、多分。セレ、あ、俺このまま昨日ちょうど見てたわ、それ。あれ、あ、途中で終わったやつやろ。あ、そうそうそう。俺ここまで怖くて途中で飛ばしてしまったっけ、あの最後どうなんねやと思って、そこだけ覗いて、そのあ、まだクリアしてねって、クリアして、そこまで確認してなんか、ね、あれでもなんか面白そう、本当に。あれそう、調べたらなんか実況とか全然なかったんけど、なんか大丈夫かなと思ってやり始めたら、うん、演出がすげえ凝って、なんかパチンコみたいな演出の入るゲームなんや。あ、そうそうそう。見てみよう。面白そう。いや、ま、クラフトする。長くはかからない。いや、まあでも、やっぱ配信時間で言ったら2人、やっぱダントツにね、やっぱり平気でやっぱやるじゃないですか、10時間とか20時間とか。その方がすごいと思いますけどね。なんかね、なんか何ていうか、その、もうだって俺も最初動画やったけどさ、1回生配信、ニコ生ってね、やり始めたら、もう動画投稿よりこっちの方が絶対楽やっていうか、あの、なんか動画のその、編集するっていうのがもう大変やって思ってるから、もう生配信で、その、そういう感じで、ずっと動画じゃないけど、そういう感じで配信しとるのが一番ええわって、はい、あなっちゃったわ。まあね、まあまあでも、うん、結局あのね、もうなんか何だろうな、楽しく、まあまあ2人とも多分生配信めちゃくちゃ楽しいでしょ。楽しい、だからまあそうね、もうそれが一番だと思うんだよね。でも終わった後めっちゃなんかあれなんだよね、はい、めっちゃ晴れへんだよね、生配信って。しかもめっちゃ、え、めっちゃ腹は減るかも。ほうほうほう。そんだけやっぱエネルギーを使ってるとですかね。使ってんのかな。うん。で、ゆえにね、動画なんていう、はい、もう、はい、とこに至れないんだよね。ほう。いや、まあ全然もう、その配信でっていうので、俺は。まあ、やっぱ、視聴者ありきなところに頼ってしまってるからな、どうしても、その俺らが。俺だっていうか俺は視聴者か、視聴者、そうそうそう。ああ、まあね、まあ俺もそうだよ、俺もね、まあ本当かなりね、俺すごいあるからな、うん、あれそこうまくさばくのもね、やっぱ配信者の技量だと思うんで、でもそれで、ね、それがおもろいってのがあるんだよな、うん、ちょっと最近さばききれやんないけどさあ、なんかね、あのブロック祭りしたらしいじゃん、なんかね、うん、あ、そう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 。ケアパッケージが来る。これさ、ちょっとさ、どうでしょうかな、まあいいや、ね、ブロック祭りの話をしようか、うん、なんかそのあ悪意を感じてしまうものも結構多くて、でなんかちょっと糖質が入ってるからさ、俺も入ってねえだろ別にそんなに。いや、本当は、まあうん、そうやな、まあ、この前はちょっと祭りやったね、ちょっといろいろ考えて、自分で考えてる、やっぱ自分の言い分もあって、ちょっとやっぱ意見のすれ違いとかもあって、うん、もうそのすれ違いやったんやけども、なんかもう多分そうやって思って言ってくれてる人もおんやけど、なんか押し付けがましいのもたくさんおるっていうふうに勝手に思ってしまってさ、あそうね、まあ、祭りしちゃって、そうなんや。いやでもいいじゃん、でもね、あれさ、まあおやちゃんのいいとこはでもその後にさ、やっぱほら、いやちょっとやっぱ頭冷やしたらみたいな感じでさ、そうこうやって、そう、正直さ、正直ブロック祭りだって見てる俺が面白かった、面白いもんやっぱり、うん、エンタメとして俺は見れたよ、あのブロック祭りは俺はエンタメで見れたね、俺は正直わかんない、そういう人もいると思う、だから、うん、その、まあ、そうやって見てもらえるな、嫌だって思う人もいるかもしれないけど、多分ね、おもろいなって思った人もいると思うんだよな、うんうん、まあそうね、うん、でもね、それは、うん、でもおえちゃんらしさだと思うから、その応援の高い駅以外にはやっぱ出せないね、うん、俺でも向こうさんにも絶対出せないと思うんだよ、そういうところだと、うん、でも解除するわって言って、その正直もうそのブロックされるような人はもうそのまんま消えるんかなと思ったけど、俺結構20人近く、30、うん、20人もおらんか、15人ぐらいか、
35人ぐらいちょっと入れちゃった日があったんやけど、そっから15人ぐらいが後で解除してくれって連絡来たで。そのなんやろな、嫌がらせでしてただけじゃないのもあるんやろなっていうか、んーなちょっとふざけすぎたやろな。そうまあなんかもうデフォルトがふざけすぎなんかもしれんけど、中入ってぜ、中入ってぜ、オッケーオッケー、俺ミスとか それだけじゃないんやろなって思った。まあ、ごめんミスだわ、中入ってぜ。まあ言うて俺も、うん、あのモデレーターが3人いてさ、うん、俺も手動でもあのブロックすることもあるけど、うん、先ほど確認したら僕はあの200分の1500って書いてあったわ、ブロックが、ブロックの数が200分のえ200分レックってね、200件までしかブロックできないんだよらしいね。うん、俺1500なんですよ、ね、なんか俺ブロックするとかいうふうに言われてるけどまあ本当に何やろうな、トンちゃんと一緒にエーペックスするまではしたことなかったわ。俺とエーペックスするまでほとんどブロックとかしたことない。5月かなあれ、いつだっけ、5月だと思うよ。あれみりんくんとやったことあって、 あここいる、ここいる、上いるよ、上いるよ、上いるよ。4月とかじゃない、3月とかやれ。ああなるほどね。うん、まあそんだけでも見てくれる人が増えたってことやな、ね、いやでもそうだよね、うん、確かにね。あのケアパケ無理かな、無理あれ。ケアパケはちょっとまあいや、いけんじゃね。あデスボックスめっちゃある、ここに4つある。あマジで、ここな、何したか、どうしたどうしたどうした、モーさん大丈夫大丈夫、カービンもあるから俺カービンセットここに置いとくわ、この今刺したデスボックス。オッケーオッケーオッケー、クレーバー拾ったわ。マジか、いやいいね。どうした、何この、こういうのがあるからやっぱ最後まで諦めねえことだよな、エーペックスっつうのは。そんなんだって全部も立て直せるやん。うえーほんまや、すごいすごいすごい、すごいやこれ。ピーキーどうしようかな、たまらんよ。え、テレミットだか持ってない、テレミット、テレミットないなー。オッケー、いいよいいよ、あないわーてか、そうだ来た、ナイス。リングの外よ。死の壁。一人445。445。やる。145っす。オッケーオッケー。待って。そしたらどうする？ここにジップ貼ってるから登れる。え、登れない。これやるしかないぜ。なんだこれ。ちょっとやばい。ああこれやばいかもしれない。だ、ジョーか。あれ右にもいるわ。いやでもおいちゃん生きてくれ、ハイドハイドハイドしてくれ、俺がヘイト買うわ。すいません今マジで俺下手くそだった。いやいやしゃあないしゃあない、もう俺きつい、あれ登れなかった、あの絶対無理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 。リングが閉じるまであと1分、リングが閉じればここのものは。バッテリー負けやんか俺、うん、あのあった、うん、あごめん、いやーすまん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 、マジで。いやもうしゃあねえ今の、だってあそこ通らなあかんだからどうしようもねえよ。あ布団ちゃんバレンタインはどうやったん。いやゼロゼロほんまかやん、バレンタイン配信してなかったことね。バレンタイン、ああそうだね、俺バレンタイン配信しないね。うん、うんうん、何してたん。あのね、うん、ダチョウのちょっとスタッフとミーティングした。へえ、おお今度ねあれやるんだよ、競輪すんだよ。競輪、ギャンブルってことか。そう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 、それのねなんかね、うん、なんかサイバーってさ、ウィンチケットっつってさ、なんかアプリでいろいろ馬券っていうの、ちょっと競輪の券はなんていうかわかんないんだけど、うん、輪券それをねなんか買えるんだけど、今ダウンロードするとなんかね、うん、ただで1000ポイントもらえて、それをかけることができるんだ。だから、うん、ね、うまいこと言ったらただでちょっと金かけるからいいよね。そんなあろうさ、ああアプリ、そうそう、なんかそのいろいろ設定の話とかいろいろしてた。ああ、うん、それサイバーからいくらもらえんの。ね、それはちょっと奮発してくれた。
ですね。うん、いつものダチョウよりちょっとくれた。いつもギャラいくらなんですか。いつもは、いやでもモコ先生で言ったら本当もう、うん、0.3 モコぐらいか。もうあのモコの一動画に比べちゃったらもうそうです、 0.1 モコぐらいになる。いやいや全然そんな。えモコさんって案件いくらなんです。案件、いやでも多分そんないやでもあれはあれとかは、あでもあれ案件じゃない。あごめん俺ジャンプだ、やべえごめん。話なんかさあれやってたじゃん、うん、あのさマナー講習の人、あれなんだっけ、平林さん、はいはい、とかはあれはもうどっちかって招待した側、もうこっちからお願いしました。あれは、うん、そうです、あの方確か結構地方なんですよね確かね。ですかね多分。なんかえなかなか右側気をつけてね、置いちゃったこれ、うん、あ、オッケーオッケー。え？地方じゃねえ、違う、コメントびっくり、コメント、ああそういうことか、あ、地方か、地方か、違う、そう、地方、ごめん、俺何言うてんのこの人と思った、違う、あやばい、落としやからとか大変なんかなとかいろいろ考えちゃってた、違うよなって、そうやんな、びっくりした、もう、全然違う、やばいな。それ俺も引くわ、ちょっと今もう、めっちゃ俺ドン引きしてたもん今。うん、はぁてで、こっちで聞いたよね。こっちな、オッケーオッケーオッケー。じゃあいた注意環境マーク。やっぱ今だったら青マーク2個ある。じゃあ紫もある。いけ。おー、ありがとうございます。紫、じゃあ布団ちゃん取りな。うん、じゃあ取らせていただく。いやびっくりしたマジで。こういうのが、でもこういうのが俺はおもろいなと思うんだよ、このね。うん、あの視聴者の、うん、なんかこう、でもさ、視聴者も同じ反応やったんやな。俺今イントネーション悪かった今。あれ俺、うん、地方って完全に言うてた。地方ってさ、あの人地方だよな。え、あそうか、それはまずいけど地方だよな。あ、地方の方なんやね。そう、確かにそうだった。どこの方なん。え、確かね中国地方とかそっちの方だったと思ったんだよ、確か。でもそれ詳しく聞いてないな。でもまあやっぱ、うん、なかなか忙しくて、なんかもう今手合わすのむずいって言われました、ね。結構引っ張りだこで、なんかこの前誰だっけ、うん、えがちゃんじゃないですか。えがちゃんかとかも言ってたと思うけど、そうだいぶ結構ご足労。おナイスナイス。バカタレが多いわ本当に。おえちゃんの放送も、ああセンスのいいバカタレが多くていいわ。そうなるでしょう。目が高いわね。いいセンスしてる。いやいやいや。タモコ先生があれパイオニアっすよね。いやあれは元々手越さんとかが結構やってて。そうだ。それでなんか俺もやってほしいなと思って。いやあれマジ面白い企画やあれ。あれっぽいのをまた何個か企画してたんですけど、なんかコロナでなかなかね、あちょっと忙しくて、実写系は何個か考えてるのがありますね。へぇ、うん、やっぱそうやって考えてやるってすげえ YouTuber やん。ちゃんと YouTuber やん。ちゃんと YouTuber。まあそらな、それがやっぱ俺のね、やるべきことやから。拡張ライトマガジンを発見。いやだから本当になんかちゃんなんやろな、うん、まあ、で俺配信コンスタントにやっぱ、うん、やってるすごいなと思うけどな、うんうん、他にすることねえからな、うん、動画が作れる頭がないんだよね。もう何の話したっけ、なんか話してこだったんだよな。何の話したっけ、何だっけ、何の話したっけ。協定の話でした。協定じゃないの。協定じゃない、何だっけ。なんか金の話だよな、なんか金の話だよじゃね。うん、あギャラの話か。あなんかいろいろ、そうかそうか、まあなんかいろいろ草加にせいから競輪から地方の話じゃ、地方の話ね。うんうん、でもギャラが発生することってもう俺はほぼないからな、やんないしな、ね、あー、まあ、おえちゃんもう本当に配信って感じやもんな。復讐目的で参加したけど、美人と一緒なのは悪くないね。なんかふとんちゃん他にビジネスしとったりしあんの、そういうしてそう、ワンちゃんビジネス、うん、
いや、特にしないよ。本当に生配信と切り抜きと、うん、あとそういうなんかそのね、公式放送からっていうのがもう今。あ、なんかで、あれバイトみたいなしてるっていうの。ああ、まあそう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 、あのね、それは本当に、はい、スズメの涙程度で、そうそう、うん、それはなんか自分のなんかそういう専門職だったから、うんうんうん、なんかそういうスキルとか技術をっていう思ってんだけど、うん、でもまあすごいですよね。そうそう。はあ、すごいな。こういう手でも借りなきゃね、借りたいってぐらいの業界ってことですもんね。あ、まあでもそれは今はそうだね、うん、今はね。うん、いや、なんか素晴らしいなって思いますね。いやいやいや、本当、うん、それはもう、うん、何なんだろうね。社会復帰だってもう絶対できないもん。無理やな。いやでもね、無理やな、厳しいよ。その俺もそういう意味ではね、なんそのもうね、おっさんですからね、うん、もうね、なかなか、まあ、一からやったら、うん、後輩だからね。こうあのもう年下が後、年下が先輩か。ああ、年下が先輩みたいな状況だからな。それきついっすね。やべ、え、やりづらいだろうね。ああ、いいね、結婚か。もこさん、はい、なんかあのどうなんですか、彼女とかは今。今はいないですね。ああ、まあそうですよね、なかなかね。あ、でもまあなんやろ、うん、いないけど、やっぱあ、なんか転がしてる人とかいるんですか、やっぱり。なんか転がしてるってなんや。なんかまあまあまあ、でもなんやろ、やっぱ、うん、いる。え？改まってなんか腰据えて聞くみたいな中になってないから、あの、うん、いや、まあ、ないっすないっす。ああ、まあ、ね、うん、ショッピングでも、ね、結局ね、結局って結局っていうか、やっぱありますね、なんかその他の人にね、紹介してもらったりとかね。ああ、なるほどね。まあ、やっぱ、ね、まあ、やっぱなんか例の件でなんか多分気使ってくれるか分からんけど、まあそういうのちょいちょいのことは、あ、まあ、あるけど、まあね、なんか紹介って今までうまくいったなんかそのケースの方が少なくて、うん、まあもちろんうまくいった人の方が、あ、僕経験っていうかは、うん、はい、その一般でその周りを見てて、あ、下にいる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 、え、嘘、ね、おっ、そこだ、分かった。シュラーマ1人、ナイス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 。あ、シュラーマか、うん、スコープの類ないけど、シュラーマの分際で喧嘩売ってくるとはな。そうなん、こっちらはアーマー強いな。上取る、うん、上取ってもいいかも。俺一旦ここで見とくわ、車線広げとくから。うん、何これ何これ何これ、シールドをリチャージしてるところだ。うん、うん、ダメ、分かった、敵どこ、あー、ごめん、やったやったやった、ナイス。どこや、2人来てる、2人来てる、ヒューズ、やれるやれる、ナイスナイス、おいいぞ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 、あ、残してる残してる残してる、ナイスナイス、いける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 、うまい、あ、やった、おい、おい、ちょ、3立てじゃん、うまい、やったー、あ、すげえ、よし、すげえ、やばい、うますぎやろ、やっぱ近距離うまなってるんや、くせえな。え、ちなみに何使ってんの、ディボ、ディボーション、おい、やっぱディボーションなんやわいわ、覚醒してるね、すげえな、ちょっとしてたわ。覚醒してる、なんか美味しそうなポケモンのチョコレートもらってたよ、もこさん、うん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 。すげえ、なんかすげえチョコやったらびっくりしたわ。そうそう、なんか限定のやつだしよ、あれ、うん、バレンタインみたいな、バレンタインに、はい、なんか母親からわあもらいましたね。え、だってあれでしょ、はい、じゃあ送ってくれたってこと、お母さん、なんかそう送ってくれたんですよ。すごいね、うん、いいお母さんだな、うん、ね、去年とかもなんか同じように送ってくれてて、うん、毎回手紙ですよね。へえ、めちゃめちゃいいお母さんだねそれ、うん、うん、おいちゃんはお母さんからもらうの、うん、僕なんか
1日過ぎてからガーナのロッテのガーナのチョコアソートみたいなのもらった。おお、36枚入りやで嬉しい。めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。これなんかどんどん食べちゃうわ。あ、それが今ね。エーペックスの今、一仕事するか。糧になってるわけだ。そうね。まあ。力を合わせれば勝利。ふとんちゃんの母ちゃんってどんな人なの？なんかね。ずっと眉間にしわ入ってる最近なんか。ずっと、うん、犬と遊んでる時だけは表情が柔らかいんだけど、うん、あとそれ以外ずっと眉間にしわやってる。そう最近そうなんや。なんかね、うん、俺も近寄りがたくなってる最近。うん、何なんだろう、うん、おいくつなんすか。そうなの。まだね、はい、今年で俺の22個上だから今年で50。若9とか、うん、めっちゃ若いな。そう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 、22歳で産んでるんですか。そうなんですよ。早い。今もバリバリ仕事してるんですよ。今はそれ離れてる。そうそうそう、偉いな。そうか、親が自分を産んだ年とか考えちゃうよな。あー、まあね、うん、あ、これまずい。あと7、あと 0.7%、 あと 0.5%、 4%。 あ、終わった。あああああすげえ。いいよ。一瞬まくりかけたんですけどね。いやー、ね、そうだね。惜しかったけどね。いやー、あー、うっそー、くわー、うわー、悔しい、悔しいなぁ、うん、はぁ、あ、うん、いやー、きつかったっすね。じゃあ、またはい、今度にしますか。まあ、そうっす。まあ、もう時間も時間ですからね。そうそう、6時ですからね。もうすぐ朝中ですからね。朝中になってもから。何がいけなかったのかな。いや、打ち合いもっとうまならなら。うん。うん。ちょっと、ゆきおさん、金玉直してもらって、あれだね、ちょっと。うん。確かに。ゆきおさん元気してるかな。ゆきおさん、うん、どうしてんやろうな、うん、今、うん、ゆきおさんの金玉の治癒をみんなで祈りますか。なんだろ金玉って、そもそもわかんない。なんやろな。結構大きな病気じゃないといけるな。あれかな、金玉。俺も一時金玉ちょっと赤くなった時あったんやって。あ、なんでなん？ん？あの金玉に生えてる毛抜きすぎて、なんかずっと赤い斑点みたいなんが。ああ、まあでもなんか抜きたくなる気持ちはわかるわ。そうそうそう。めっちゃ痛くないでも金玉の皮膚。すごいスッて抜ける日はすごい抜けるんだ。あ、ね、もう方向通りに。そう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 。毛根ごとね、ブチってね。ああ、うん、そうなんだ。でも金玉の毛は。ね、金玉の皮膚ってすごく、うん、痛みの痛みやすいな、うん、俺は、うん、みんな金玉に毛生えてるタイプなんや。まあ、あ、てか赤裸々だけど、そうだね、生えない人もいるからね。生えない人もいるのか、うん、そうか、生えない人の方が若干多いんやっけ。そう、わかんないけど。え、そうなん。あ、そうなん、統計取れてんだ、データあるんだ。え、どうなの、半々くらいか。わかんねえ。結構俺金玉の毛の話すると生えてないやつがいるってびっくりしちゃうんよ。え、そうなんや。俺金玉から尻の穴までびっしり生えてるからな。ぽいわ。うん、びっしり生えてるよマジで。なんか、うん、あの今その後ろの生い茂ってるね、緑みたいになってもほんとケツの表面も生えてるからな俺。ええ、うん、あんま毛深いや。表面大丈夫ですか。え、表面平気。表面、うん、いや俺顎ひげみたいな感じで生えてるタイプやで。ケツが、ケツ毛っていうか、たま、たま、ケツ、え、ケツ周りは、あ、俺どうなる、ケツ周り。
え、タマキンがヒゲなの？なんか下の玉のもうなんか下の方に生えてんねん。あ、マジで？うん。ああ。ヒゲみたいになってんだ。へえ。そうそうそう。俺なんかあの、うん、メドゥーサーボールみたいになってる。もじゃもじゃや。見せたいけど見せれない。ヒゲみたいな感じな、うん、これなんかこの3人もしかしてあれあの誰も終わろっか行こっか言えないタイプの人これいやもう布団ちゃんも本当にありがとうやで。でも、うん、なんかもう大会頑張るその前に、はい、うん、いい練習できたよ。いや、まだ本当に、いや、本当にお邪魔しちゃってね、うん、本当に申し訳ございません。うん、あの、応援してるんで。いや、ありがとう。いや、もう、頑張ります。ちょっとね、頑張るよ。あの、1、2戦は見れないですけど、あの、3戦目ぐらいから多分、あの、めちゃめちゃ応援してみるんで。うん、1、2戦目はなんで見れないんですか？あの、ちょっと予定があって。ああ、そうなんや。ちょっと予定があって。まあ、もともと予定あるから出れないってあれでしたもんね。うん、そう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 。あ、そう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 。じゃあ、あの、頑張ってください。あの、応援してます。今後の活躍を祈ってます。頑張る、本当に。いや、ちょっと、いい練習になりました。ありがとうございます。ますますのご活躍、お祈り申し上げます。いや、ちょっと僕も応援してます。ありがとうございます。じゃあ、またどこかでお会いしましょう。まだやりましょう、エペックス。まだやろう。次はチャンピオン取りましょう。とどまりやりましょう。ピース。ふとんちゃんも賞おめでとうな。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと僕も練習していきます。頑張っていきます。はい。じゃあさよなら。いやー、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。はい、おやすみ。はい。いやー、大変でしたね。いやー、まあ大変ね。やっぱちょっとかかってなかったな。ねえ、そうやな。どうしてもやっぱり。なんか、そう、なんか別にそういう意味じゃないんやけど、うん、やっぱ。ユキオさんってめちゃめちゃ偉大やんな、エーペックスの。ユキオくんやっぱ、うん、やばいんやろな。やばいよな。うん、うん、そんだけユキオさんのやばさも改めて分かったな、うん、これは。ユキオくんやばいわ。早く金玉直してほしいわ。うん。うん、まあでもよく大江ちゃん、そのあれや、なんかいろいろ考えて、なんかマジプラチナまで行って、ね、キャラもいろいろ試してるみたいで。まあまあまあ、ローバしか試してないけどね、もう他のキャラはやっぱ無理やて、急に使うのは。まあ、ラブ無理やな。ローバはでも本当に優しいわ、まだ。ジャンプドライブさえ覚えちゃえば、大体のことは。うん。まあ、近距離の打ち合いも、そうやね、それは本当に、うん。めっちゃ思うわ。まあ、これが大会で活かせるシーンがな、どんだけ来るか分からんけど、来ればええな。いや、でも来ると思うで、結構。まあ、あるかな。うん。大会ほどやっぱ強いからな。うん。いや、どうやった？もう。いや、やっぱね、打ち合いが弱いな。やっぱだと、やっぱ、まあまあ、射線機、意識が全然足りないっていうのが分かったわ。うん、あ、まあ、俺もそのか、うん、アリーナとかでも、あ、もうなんでこんな体出して打ってるんやっていう、敵強いから打ち合いになったらやっぱりもうダメージレスで勝てやんってなるし、うーん、なる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 。アリーナはそう思ったし、ランクでは、うん、俺ディボーション使うのにエネアモブキ布団ちゃんめっちゃ使ってるやんって思ってた。あ、エネアモかぶりするかっていうシーンはあったけど、うん、まあ、本当に今日はでもそういうのもできてよかったな。ああ、うん、いや、楽しかった。うん、楽しかった。また、うん、ね、まだこのチャンピオンとまたやろうに、またちょっとユキオくんとその3人でやって、本当にちょっと形作って、もう一回ちょっと老婆で形作りたいわ。そうやね、一、うん、からちょっとフォーメーション組み直してやれたらいいっす ね、うんうん、うん、今ゴールド4やったっけ。ゴールド4、うん、いやでも、まあ、プラスあげるわ。いやでもね、ソロでやったら多分ね、いやすぐ上がると思う、本当に。上がるかな。うん、俺だって本当に、うん、まあなんか全然落ちずにずっと登ってたもん、うん、あ、マジで。うん、
すげえな。絶対上手くなってるから。どれもあれ、あ、プラチナまで持ってこ。もう。うん、こそらすわ。まあ、無理せずにあの自分のペースで。うん。結局こそれにしておきます。うん、ありがとう、今日はありがとうございました、本当に。いや、ご苦労さん、ありがとうございました。ちょ、また、じゃあ、うん、また、また、うん、あれ、送るわ。また、うん、連絡、うん。お願いします。はい。よし、お疲れ様でした、今日は。お疲れ。ありがとうございました。ありがとう。はい。